鳥取県鳥取市。その中心部にほど近い鳥取市中大路。集落は大路山を囲むように東西に連なり、目の前には田園風景が広がります。中大路のだるま踊りはコミカルな農村芸能として古くから地区で親しまれていました。由来は諸説あり、大正末期頃、新しい娯楽を作ろうと地区住民らが発案したという説や、昭和初期に運動会で行われていただるま送りという出し物を大人の踊りに取り入れたという説などがあります。昭和30年頃まで踊られており、戦前は盆の時期に稲葉の笠踊りの前座として踊られていたといいます。その後一度は中断しましたが、昭和55年頃に地域おこしで地区の青年団が結成された時、青年団活動の目玉にという思いから再びだるま踊りを始めました。その後青年団は自然に消滅していき、代わりに保存会が結成され、現在まで保存継承に努めています。まず面白い楽しいっていうことがまず第一じゃないかなと。鳥取市内でも結構有数な農家が、畑田んぼがあるんですけども、昔から農業して、多分みんな元気のいい方がばっかりおられて作られた踊りじゃないかなと思ってます。現在は鳥取市馬場にある神社倉田八幡宮の秋祭りで踊りが披露されています。もともと倉田八幡宮では秋祭りの時、青年相撲が奉納されていましたが、だんだんと相撲を取る人がいなくなっていきました。だるま踊りは相撲に代わって祭りを盛り上げようと氏子の皆さんによって発案され、青年団結成後の昭和50年代後半に奉納されたといいます。その滑稽さと可愛らしさから地域全体から愛される芸能となっています。だるまをかぶり腹を打ちながら笛や太鼓に合わせて踊る様はコミカルで笑いを誘います。現在では倉田八幡宮の祭りをはじめ、地域の納涼祭やイベントでも踊りを披露しています。米里地区の保育園ではだるま踊りが授業の一環として取り入れられており、地域で保存継承に努めている様子が見られます。だるまをどう動かすかっていうのが主体な踊りなんですよね。で、多分普通の方が見た感じで踊ろうと思ってだるまかぶっても一つもだるまが動いてくれないと思います。で、それがだるま踊りの特徴の一つなんですけども、中大路の地区の若者でここまでやってきたということを、今踊ってくれている若い子たちに頑張ってもらって、次の世代次の世代に続けていってほしいなと思ってます。
さつよいとこ一度はおいであどこいしょお湯の中にもこりゃ花が咲くよおいなちょいなお医者様でも草津の湯でもあどこいしょしい見方、皆さんが声援、楽しく、手拍子叩いていただければあのだるまさん元気で踊ってくれます。そのだるまさんを見ながら、皆様笑顔になることが、一番の幸せ、だるまさんの喜びだと思っております。
酒をくれれば負けるものだと今夜は言えて深い砂の何倍までもわしが草の里島明日の平和をみんなの夢をちゃんと束ねる遊んでとっとりおんよ鳥取県鳥取市、その東に位置する国府町の高掛集落では、古くから稲作などが盛んに行われています。この踊りは国府町高掛地区の伝統芸能として古くから親しまれた踊りで、地域の原動力となり継承されている芸能です。鳥取市の無形民俗文化財に指定されています。大正時代に行われていた高掛の笠踊りが原点であると伝えられています。当時は地元民が農作業の合間に雨乞いと豊作を祈願して長江の笠踊りを踊っていました。地区の青年団有志で踊られていた長江の笠踊りは3曲程度ありましたが、体力的にきついという理由から軽く踊れる手笠踊りを考案して踊るようになりました。次第に高掛の笠踊りは衰退し、踊り手がいなくなりましたが、昭和60年、手笠踊りを復活させようと、婦人会が立ち上がりました。ハッピーで踊ることもあるんですけども、大体は着物で、そう、切り合いの踊りをしたりとかするのが特徴です。もともと男性の方が踊っとられたのを女性にアレンジして踊ってるので、男踊りを女性の着物で、異性はいいんですけども女らしく。現在では毎年稲葉の笠踊りの祭典に参加しているほか、地元のさまざまな催しに参加しています。平成20年には毎年韓国で開催されるユネスコ無形文化遺産の行事端午祭にも参加しました。直径45センチ程度の手傘を持ち、着物、鉢巻、たすき掛けで踊ります。歌も笛も踊りも女性であるところが特徴であり、勇ましさを表す中にも女性ならではの優美さを持っています。ちっちゃい傘を手作りしたりしてね、子供に傘踊りに触れてもらったりとかして、そのお母様方をこう引き込んでいこうという作戦で、だんだんにあやってみようかなって言われる方がいるので、その方たちをこう励ましてで継承していきたいと思っております。
世の中は、はい、何に例えん飛鳥川、
鳥取県鳥取市。その東に位置する国府町清木地区は、美しい里山に囲まれ、人情あふれる温かな人々が暮らす山あいの集落です。踊りの由来は、国府町和地集落で長年受け継がれてきた和地の盆踊りです。当時盆踊りは苦しい労働に明け暮れた農村青年にとって貴重な娯楽の一つでした。50年ほど前は10集落のおよそ200名の女性が集落内のお堂に集まり踊っていました。裏若き踊る乙女の晴れ姿、君愛たさにあの山越えてとの言葉が示すように、地域の男性は好みの女性を探しに踊りを見に行きました。盆踊り本来の先祖供養のほか、娯楽あるいは男女の交流の場としての大きな要素がありました。盆踊りを機会に男女の交際が始まり、それが縁となって結婚する事例も数多くありました。高度経済成長とともに昭和30年代後半頃から自然に消滅していきました。まあ、わしらが聞いた話では、昔の田んぼから帰りんでも村の一番奥のとこからみんながその娘さんや若い者が寄ってで踊っといて自分家に帰ろうったっちゃうなことまで聞いとりますけどな。まあもともとわしも同じそれこそ地下地っていうけど、同じ村から嫁さんもらったってね。うちの家内もごつ好きでね、歌うよりかもわしは踊りの方がいいっちゃうこと言って、でかなりそれこそ踊りの数も覚えとりましてな。であれだけど、そんな人がもう今うちんとこおらんようになりましてな。この和地の盆踊りを残したいということで、公民館が主体となって踊りの継承に努めています。これが清木地区の盆踊りです。現在踊りは7月の最終土曜日、旧清木小学校グランドで行われる清木地区納涼祭ワッタイナ生き生き正規総寄り合いで踊られています。その他にも11月には正規地区の文化祭や国府町の文化祭、 JA 国府祭りなど様々な場で披露されます。昔は歌い手は男性、踊り手は女性と分かれており、未婚の女性が踊るのが本来の形とされていました。形も男踊りと女踊りがありました。現在では大人と子供が一緒に踊っており、微笑ましいところが見どころです。もともと女性の踊りだったこともあり、女性らしい手の動きが特徴です。離れば、あらよいしょよいしょ、国の土産に一枝欲しいや、あらよ
いしょよいしょ。あげたい心はあの山々なれど、よいしょ。今はつぼみでよ、こりゃあげられぬよ。お咲いたらまたちょいちょいあげましょう。ちょいちょいちょやなレステーション、まさしげがあらよいしょよいしょ。兵庫で討ち死にあのしたと我が子摩擦らあの世に寄せて、よいしょ。父なき後はよ高氏うてと菊水の巻ちょいちょい渡して目に涙、ちょいちょいちょやなレステーション、一月のあらよいしょよいしょ、ちょっと7日あの忘るなと、あらよいしょよいしょ、語る寛一あの泣くおみや、よいしょ。恋と欲とのよ、こりゃ二道によ参るまた、ちょいちょい熱海の浜地通り、ちょいちょいちょやなレステーション、街灯かむってあのすやすやと、よいしょ。妻子に歌るよ、こりゃ夢を見たよ。匠の髪は長乗り子
きがため、あれやこれやのって違いを受けてこう。鳥取県鳥取市、その南西、標高320メートルに位置する川原町神場は、その地形を生かした棚田での米作りが行われる農業集落です。一本角の神馬の伝説が残る神馬地区では、
もともと傘を使わない手踊りが行われていましたが、その由来や歴史は記録に残っていません。古くは踊りや芝居が娯楽として好まれ、多くの集落で手踊りが行われていました。そういう時代の中で神波地区では他集落とは違う新たなことをやりたいという思いから手笠踊りが始まりました。昭和21年から22年頃にかけて集落の青年が踊りの型を考案し、現在の手笠踊りができたもので、手踊りの歌に合わせて創作した独自のものです。踊りの手笠は菅笠に花を散りばめた踊り手の手作りです。勇壮かつ流麗に舞う神波の手笠踊りは見る者を魅了します。鳥取は笠踊りって大笠がね一番まあ有名でやっとられると思うんですけど、それとまあ手笠踊りって笠のない踊りもあるんですけど、その中間でまあ手笠っていうんですけどね、お盆の14日の日に初盆の家を回ってまあ供養をさせてもらうっていうのが一番の目的で、昔は盆踊りの大会である盆殿に出場して毎回のように入賞しており、稽古も力が注がれていました。毎年8月14日には地区で希望があった初盆宅を回り、個人の冥福を祈るために踊ります。以前は8月14日および15日の2日間かけなければならないほど希望が多かったといいます。現在も男衆の力強い手笠踊りは地域の盆には欠かせません。昭和45年から50年頃まで活動が一時停止していましたが、保存会が中心となって復活し、現在では様々な場所で活動しています。初盆宅を回るほかに8月13日の地区納涼祭、弘法大師を祀るお大師堂での8月20日開催のお大師祭りに参加しています。県東部で毎年開催される手踊り手笠踊りの集いに参加し、かつて県外での国民文化祭や台湾公演に参加するなど保存継承に努めており、男性のみの手笠踊りとして各地で好評を博しているところです。何年か前から取り上げられたりして、残そうっていう風潮がね多いので、我々もそのつもりで今まではやってきたんですけど、もうみんなが年取ってきたんで若い人がいなくって、で今年はもう外からでもメンバーを集めようかっていうような話をしながら、一応できるところまでは存続していこうっていうことでやってます。鳥居先の大先生の大名人阿弥
見つけて、顔の先に持ちつけつあつけん、ころりと伸ばりた、はい、はい、よって、すりよって、はい、互いの下の注文どこをちゃっと押さえてみたいの、はい、大きいやつは逃げたらの、はい、小さいやつは取ったらの、はい、ひょっさらめじゃないかいな、はい、サラメじゃないわいな。ちょいなちょいなはどこから流行る、どこいしょ草津温泉、こりゃあゆもみからよ、ちょいなちょいな、うい草津よいとこ一度はおいで、お湯の中にもこりゃ花が咲くよ、ちょいなちょいな、お医者様でも草津の湯でも、おいの病はこりゃ治りゃせぬよ、ちょいなちょいな、おいの病も治せば治る、どこいしょ、好きなお方とこりゃそやがおるよ、ちょいなシャミゼンミツジの糸調べおいさ、さあさあこいこいやりとな、ういあい
らいごんぱちあんずまにくだるはなたはどのおとこだてばんずんちょべのあこらしょ世話となり吉原すみにさよいのひとめしのんであみがさのうちはみうらやのこむらさき互い色かになりなり覚え込んだる尺八の音のなさけ一夜ゆりとは気にかかる偽とちりし子がいじゃまこと何の因果でかいがなこぎなろたかわいやのかわいやの色は黒なるみは痩せる痩さろえや声やえよやさのさっさやんさのえよやさのさっさえい浜村沖から貝殻が招くよかわいやのかわいやのかかよはまたけでやならぬやさほさ戻る船路やろかいがいさむかわいやのかわいやのいとしつまこが待つほどにやさほ
さっさやんさのえよやさのさっさ。はじめてきまーしたご当地でいい未熟者の我々が気候不足で演じます。歌と踊りが合わずともどうかよろしく願います。ややさおい、昔昔のお話でこれより家持つ縁台は中心蔵より伝中人情の物語時間くまで勤めます。ややさおい、これは元禄14年、純和弥生の中の頃、七重八重咲く九重の花の都の空よりも。直使は幕府にご到着、さてもその日の教養集は万州阿古で53,000石、匠の神は長野利子、師匠万太郎吉良殿に賄賂それ金なきがため、あれやこれやの手違いを。よやさおい、受けてこむる身の地獄、世来誕生の名乗り子は己や憎き子づけみ、宇治畑さんと心はやたけにはやれのも、徳川を聞いてのご法をとて、連中で刃を抜いたなら、家は断絶にはせつく、死する好みは厭わねえぞ。残る家中が不眠さい、こらえこらえし14日。ところのあろうに松の廊下の入り口で犬ざぬらいじゃの人気人の盗み人とののしられ儲かん人ができないと前半にたばさん小刀に手をかけおはら種森
抜き放ち。ゆやさおり、おい。こうづけ待てと。鳥取県鳥取市、その南部用瀬町と佐治町の間に位置する別府集落。元は農地の開墾を管理する役所が設けられた土地で、現在は120世帯余りが暮らしています。別府義士踊りは明治末期ごろ、大衆芸能の劇団の上演にヒントを得て、なにわ節の達者な村人が始めたと言われています。踊りは赤穂浪士の敵討ちで知られる忠臣蔵のクライマックス、吉良邸への討ち入りを芸題として表現されています。昭和20年から終戦後しばらく途絶えていましたが、昭和39年に復活の声が高くなり、保存会が発足しました。別府地区内の初盆宅で披露したことから広く知られるようになり、地域の伝統芸能として大切に継承されています。その伝わっているのは、歌舞伎の要素を取り入れた、手踊りっていうので、他のこういったことをやってるところは、ないので、特徴は全体的というか、独特な手踊りっていう感じですね。アナログっていうか、昔のことなんで、ついこれをちょっと脱ぐというか、衣装をちょっとパラッとしたら、下の衣装が見える、それで早替えみたいな感じに表現できてるっていう感じですかね、はい。毎年別府地区の初盆宅を回って踊りを披露し、仏の供養を行っています。地域から親しまれており、真夏の風物詩となっています。その他のイベントにも地域の内外を問わず積極的に参加し、保存継承に努めています。全国的にも例のないこの手踊りは、忠臣蔵の討ち入りをヒントに型が作られています。服装もだんだらという模様の赤穂浪士の討ち入り装束に似せた法被、鉢巻、草履で揃えられています。踊り手は横一列で回転しながらの手踊りのほか、終盤には交差をするなど動きも多様になります。浪曲の途中に入れる合いの手は「よやさあおい」で基本の踊りを繰り返します。一番の見せ場は勇ましく力強い動きと、一瞬で腕を抜き白から黒へ衣装を変える歌舞伎の玉抜きです。派手さはそこまでないんですけど、色が結構使ってあるので、それがちょっと一瞬鮮やかになるというかね、後継者ですよね。今踊り手は30代前半中心なんですけど、やっぱりその次がまだ全然いないので、これをどう継承していくかっていうのがすごい課題で、それを克服っていうかやっていくなら、僕たちがいろんなことに
積極的に出てアピールしていって、まあ、この化粧取りが 若い人たちにあ面白そうだなっていうのをちょっとでも感じてもらえたらなと思って、はい、やってます。浪曲義士うちの団四季島の山と心人とはば朝日においし山桜よそいさてここに問い出したは何者ぞいつだ意味はだんだらんだれ腰を巻き締め込んでいつだ槍を小脇に買い込んだこれぞお寺坂口へもんいつだ来てもんが物語るあころしのうちえりをいや学生がならもおつとみましょういやそういやさてうちえりとなるなれば日立組西組と二手に分かれ東組とは大手の御門西組とは裏手の御門表御門の大将が多いし蔵のすべよよそこれに続くが24名裏手御門の指図役と年とって16歳せがれ力の吉金殿後見吉田忠左衛門最近この部屋中内23名うっそあちてよ温柔と夕日きしよよそいさんさんごごと本の楠屋の二階に勢ぞろり根の国藩と相なったりよそいここに至らぬ者が三名ありういたがた軍兵衛小山田庄左衛門また一人小川寛平宗則は太夫殿のお情けで老人の者はいざ知らず横川だけはお気の毒と親父さんのその時はおじがやたくで切腹なさん装束だけは一入させよう時刻は今ぞこの時ぞんうつや太鼓は山が流よよそい降りくる雪のその中を捨てつけきました横川が太夫殿
遅れましたと声かけりゃ、その時太陽は大音量、早く早くとレディを流す。よそえさあ即作る装束の太夫殿、遅れましたる申し訳。横川勘平胸の輪がいでやこよいの一番乗りおいたさんと、用意いたして馳せつけ上りし縄はしご、続いて大高竹馬やし。本当の地球大なる竹林正しては八番あまりの大垣屋にて古文を目描けて、メリメリとよやそーい太夫殿は大音量、キラの館に物申さん、我こそは万死を送る領主、すぐる弥生は仲よっか、の生涯遊ばした、暴君恨みを晴らさんために、今宵刀剣にばかりしぞん、奪わる時に大阪剣豪殿官正面、杉の技目の前にらどう力にま任せて、メリメリとよやそい夢破られしキラの今、キラの家来や上杉の付け人相手となし、よ切り立て切り立てまくり立て、またもや太夫は大音量、逃げるは女向かうは腕、おなごどもには気がさすな、山と川との合言葉、よろしく車切りやら真っ向なし割りから竹割りと両方無尽に振りまくり、おめでたく崩壊遂げられる、ビシルチ入りの物語、なれば続けて読みたいが、ちょうど時間となりました。まずはこれにて、とどめましょう。よやそーい、えー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 、え
枕の鶴が丘足利将軍直吉公と尋ねたりば、ああこらしょ、兜を改めに鳥取県鳥取市、その南部に位置し流しびな行事が行われる地域の一つとしても知られる用瀬町。温かな人々が暮らし、古い伝統の風情を今に感じさせる歴史ある町です。羽曽踊りは戦国時代末期、天正時代に影石城主磯部氏と鹿野城主亀氏が親しい間柄であったことから、鹿野の盆踊りが移入されたのではないかと言われています。羽曽踊りの名前の由来については諸説様々ですが、着物の裾を跳ねるように踊ることから羽曽となったと言われています。近隣の市町村にも羽曽踊りと称した芸能が見られますが、歌、太鼓、
踊り方ともに地域によって異なっています。現在持ち瀬の羽裾踊りとして伝わっているのは優雅な踊りで、影石城の落城にまつわる物語を秘めた鎮魂の踊りと言われています。唯一 の、 あの男女の出会いの場であり、唯一 の、 その娯楽であった男踊りと女踊りがありまして、そしてその女踊りは鳥追い姿で網笠にあの豆絞りの手ぬぐいを大かぶりして顔を見せないように、そして浴衣でお太鼓で、旅入れ草履でという姿で、男はあの網笠に豆絞りで顔を隠して、そして紋付きで角帯で刀を刺して印籠を下げて、そしてやはりそのあの黒いですね、それであの旅と草履で、そういう姿で踊ったわけです。江戸時代には町の中央を通る街道で踊られていましたが、明治22年踊りが禁止され中止されました。その後近隣の大仙地で密かに踊る人もいました。踊りが正式に許されるようになってからは現在の松鶴寺に場所を移して踊られています。持ち瀬羽裾踊りはお盆に持ち瀬地区まちづくり協議会が主催する松鶴寺境内を会場にした羽裾踊り大会で披露されています。江戸時代には男性は袴に脇差し姿、女性は未成年のうちは市松模様の振袖姿で踊り、青年になると振袖姿に妻折れ傘をかぶり覆面をして踊りました。加えて女性は未成年青年問わず中指に鈴をつけて踊りました。その後服装が変化し、男性は黒紋付きに白足袋、草履履きに印籠と刀を持って踊り、女性は振袖姿に妻折れ傘が一般的になりました。近年ではさらに簡易になり、男女とも浴衣姿に草履履きで妻折れ傘をかぶって踊ります。踊りの形式は和踊りで、境内に櫓を組み、櫓の上には大太鼓、下には歌い手が立ちます。踊り子は櫓の周りを時計の針とは逆回りに踊ります。男女の踊りが別であることが特徴とされ、男踊りの中には弓を引くような仕草の振り付けが見られます。これは戦国時代に起源があるとされる根拠の一つとされています。男女の踊りの違いはあるものの、少しずつアレンジが加えられ、それぞれの個性を見ながら全体を見るところが面白くもあり見どころでもあります。はてどうかって言われたら子供に対してない、今嫁さんは外部が入っても一般論として入ってもない、そうすると馴染みないのに踊れると思うんです。場がないです。以前はここ20年ほど前までは運動会の時に小学校でもうおじいさんもおばあさんも奥さんもお父さんもみんな踊っとったんですけど、それが合併でなくなった文化の消滅です。これがだからこれからやれって、ね、奇策妙策はないと思います。それでも公民館をこうして細々と公費で建
させていただきながら踊ってきているというのが現状じゃなかろうかと思います。おい、よう踊るな。おい、壊れよりも
二人が名を得つんらいそうや。はんはえはんはいやはいたわけのよい切り替わりしこたんたまりしみずはすまずにごらずれずいいらずはねはんはんはいやはいいとしかわいやたけおとなみとないてしおはくえおとと おぎすYeah.
茶畑へ行け茶摘みに言うたん
おかゆの身をI'm not a man.